부익부 또 빈익빈이라는 말을 들어보신 적 있으시죠? 여러분, 가네모치야 마스마스 가네모치니나리 빈부와 마스마스 빈부になる という言葉聞いたことありますか? 이 말의 뜻은 부자인 사람은 시간이 갈수록 더욱더 부해지고 또 가난한 사람은 시간이 갈수록 더욱더 가난해진다는 의미입니다. 토무모노와 사라니 톤데이쿠 소시테 마지시모노와 사라니 마지시쿠나루 という意味なんですね. 한국의 이 삼성그룹의 이건희 회장이 갖고 있는 이 자산이 무려 13조 2860억 원이라고 합니다. 한국의 삼성그룹의 회장である 이건희 회장という 人は その 자산이 13조 2870억 원이다 そうです. 그런데 약 1조 원이 그 돈이 어느 정도 되는지 알고 계세요? 여러분, 1조 원って どのぐらい 금액か 知ってますか? 이 서민들에게 있어서 조라는 또 억이라는 단어는 참 우리가 확인하기가 어려운 숫자인데요. 서민である 私たちの 감각としては 조とか 億とかいう 他の 단위야 핀と 来ないわけですよね. 이 1조라는 돈을요, 이 만 원짜리로 해서 트럭에 쌓으면 약 5톤짜리 트럭이 22대가 필요하대요. この 1兆ウォンを 1万 円札にして トラックに乗せるとしたら コットントラック22台が必要だそうです。 그리고 또 이 1조원을 이 가로로 나란히 나라배로 하면 이 서울에서 부산까지 거리를 약 19번을 왕복할 수 있는 거리가 만들어진다고 합니다. 그리고 1만 원札にして よく並べたら ソウルから釜山まで高速道路を19回往復できる金額だそうです。 별로 놀라시는 분이 없으시네요. 아마리 驚いてないんですよね。 뭐 항상 보던 돈이신가 봐요. 이제 아무리 관심 ないんですか? 그리고 또 이 1조 원을 차곡차곡 세우면요. 이 세계에서 가장 높은 이 에베레스트 산보다 더 높이 이 산의 약 1.2배의 높이까지 쌓아 올릴 수 있다고 합니다. 1만 원 사진시대 쓰미 가사를 쓰미 가산에 이끄도시더라. 에베레스트 산의 1.2배의 その 高さまで 達する 金額だそうです. 정말 어마어마한 금액의 돈이지요. 여러분, ものすごい 金額なんですね. 자, 이제 다시 현실로 돌아와서요. 자, 여러분, 현실로 戻りましょう. 이 젊은 청년이 이 한 달에 이 월급을 200만 원 받는다고 치고요. 20년 동안 그 돈을 전부 저금해서 모으면 그래도 약 5억 원이 되지 5억 원이 채 모이지 않는다고 합니다. 若者が 200만 원 稼いで それ 貯めても 何で 使わずに 貯めても 5億にはならないそうです。 20년 동안 모아도요. 20년간 貯めても 5億にはならないんです。 그런데 아이러니하게도 이 서울에 있는 집 한 채를 사기 위해서는 수십억 원의 돈이 필요합니다. 신입군이모 서울에 있는 일軒家를 가오니와 수십억 원가 かかるんですね. 그러니 서민들의 삶은 이 더욱더 힘들고 어려울 수밖에 없겠죠. 그래서 서민의 暮らしは どんどん 厳しいわけです. 그런데 이 성경에도요. 부익부 또 이 빈익빈에 대해서 이 그런 현상을 나타내는 곳을 성경에서도 쉽게 찾아볼 수가 있습니다. 사실 세션학과でも このあの富むものはますます飛んでいき貧乏はますます貧乏になるというこういうことが聖書の中にも見ることができるんです。 이 달란트의 비유에 보면 나와 있는데요. タラントの例えの中に出ています。 한 달란트를 받은 자가 그것을 땅에 묻자 주인이 그 하인을 보고 이렇게 이야기합니다. 1달란트を預けられたしもべがそれを地面に掘ってその中に埋めておいたんですね。その地面に主人がこのように言いました。 그 한 달란트 가진 것을 빼앗아서 열 달란트 가진 자에게 주라. その1달란트を取り上げて10달란트持ってるものにやりなさいという言うんですね。 무릇 있는 자는 받아서 풍족하게 될 것이고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기게 되리라. 다레데모 못테르 모노와 테에라레테 유타카니나리 못테나이 모노와 못테르 모노마데모 토리아게르노데스 또 가이타리마스. 이미 열 달란트나 갖고 있는데 그에게 또 한 달란트를 더 주라고 말씀하고 계세요. 10달란트 못테르 소노 히토니 1달란트 토리아게테 소노 히토니 야리나사이 또 이테른데스. 그리고 가진 것이 한 달란트밖에 없는데 그것마저도 빼앗으라고 말씀하십니다. 1달란트 시가 못테나이 노니 소레요 토리아게른데스네. 어찌 보면 좀 불공평하게 보일지도 모르겠어요. 아르미데와 비오드데나이 부고헤노요나 겐쇼난데스가. 그런데 성경을 보면 이와 비슷한 말씀을 예수님께서 직접 여러 번 말씀하셨습니다. 시카지콘 오나지요나 곧또 예수마와 난감히 그리카시테 오시아테이마스. 마태복음 13장에 보면
무릇있는자는받아서넉넉하게되고없는자는그있는것까지빼앗기게되리라마태の福音書13章を見ると持っているものはさらに与えられて豊かになり持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからですと書いてあります또누가복음8장을보면누구든지있는자는받겠고또없는자는있는줄로아는그것까지빼앗기게되리라라고말씀하십니다また、ルカの福音書8章の中でも、というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからですと書いてあります。イエス님께서、가난한자를싫어하셔서、일부러이렇게말씀하신걸까요イエス様は貧しい者のことが気に入らないから、こういうのでしょうか물론아니죠。もちろん違いますね。이유대인에게있어서는、이안식년、또희년이라는제도가있습니다。ユダヤ人の中には、安息の年、ヨベリの年と言われる、制度があったんです。이땅에서경작한이농산물또는이가수원의이수확물들을전부다이땅주인이가져가서는안되게되어있습니다농작물や가져용되었다서시각그ものはその토지の소유자가独り占めするものではありません가난한빈민과또나그네또들짐승들에게까지나눠주는제도입니다마지시모노야개모노야다비토니모それ分け与えるそのような制度がありました그리고부채를가진것이있으면이안식년이되는해에그부채를탕감해주었어요また借金負債があるならば安息の年が回ってくると全部返して免除してあげたりしました그리고안식년을일곱회거듭해서이50년이지난해를바로희년이라고합니다안속の年が7回が過ぎて回ってくる50年の目にはそれをヨベルの年と呼ばれているんですが이희년이되면자신의빚때문에토지나그가옥을판자에게는자신의다시그기본재산을돌려주게끔되어있습니다ヨベルの年が回ってくると自分の借金のゆえに토지や家を売ったならばそれを返してもらうことができます그리고이자신의몸을팔아노예가된자에게는희년이되면그노예에서해방되는그자유를선포하게되어있습니다また売られて奴隷になった人はヨベルの年が回ってくると自由の身になることができます하나님께서는그누구보다도가난한자들또노예들이빈약한자들을돌보시고불쌍히여기셨습니다하나님께서는貧しい者や奴隷の身分をとても憐れんでいることがわかります성경이말씀하시는있는자는어떤재물이나이물질이풍부한자를말씀하고있는것이아닙니다聖書で言う持っている人というのは財産、お金をたくさん持っている人を意味するのではありません바로하늘나라이하나님의나라의그천국을소유한자를말씀하고있는것입니다천국을소유しているものの것도의미します마태복음13장11절에는이렇게말씀하십니다마태복음13장11절에는천국의비밀을아는것이너희에게는허락되었으니그들에게는허락되지아니하였도다あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが彼らには許されていません무릇있는자는받아넉넉하게되고없는자는그있는것까지빼앗기게되리라というのは持っているものはさらに与えられて豊かになり持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです천국의비밀을아는자이천국에소유한자는더욱더풍부하게그천국을소유하게될것이라고말씀하십니다天国の奥義を知っているものは与えられて豊かにさらに豊かになるという意味なんです그렇다면천국을소유한부유한자와그렇지않은자의그차이점그기준은과연무엇일까요だとしたら天国を所有する者豊かな者と豊かでない者の両者の違いはどこにあるのでしょうか이어서15절에서는이렇게말씀하십니다15節にはこのように書いてあります백성들의마음이완악하여져서그귀는듣기에둔하고눈은감았으니이는눈으로보고귀로듣고마음으로깨달아돌이켜내게고침을받을까두려워함이라この民の心は鈍くなりその耳は遠く目はつぶっているからであるそれは彼らがその目で見その耳で聞きその心で悟って立ち返り私に癒されることのないためである바로완악한마음인것입니다両者の違いはこの頑なな心であるかどうかの違いなんです천국을소유한이부유한자와그렇지못한자의차이는바로이마음의차이인것이에요その天国の豊かなそのものを所有しているかどうかはその心、かたくなな心であるかどうかの違いなんです。イエス님께서이어서씨뿌리는자의비유에서이렇게말씀하십니다イエス様は種まきの例の中でこのように言いました
이씨뿌리는것의비유에는가시밭또돌밭길가밭이있습니다この種まきの例え話の中には茨の道そして岩地そして道端の地があります이세가지의밭은약간의시간차는있지만결국은다열매를맺지못하고그씨가다죽어버리게됩니다これらの地というのは時間の違いあるんですが結局実を結ぶことができずにそのまかれた種は全部枯れて死んでしまいます하지만좋은땅에있다는것은착하고좋은마음으로말씀을받아지키어인내로결실하느니라라고누가복음8장에서말씀하십니다ルカの福音書を見るとしかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことですただし良い心で御言葉を聞くとそれをしっかりと守りよく耐えて実を結ばせるのです그런데그결실이30배60배100배라고성경은말씀하십니다良い地の心の人は実を結ばれるんですけどもそれが30倍6倍100倍になると書いてあります바로이것이예수님께서말씀하시는천국의법칙인것이죠これがイエス様がおっしゃる天国の法則であります그런데이마음이완악한자는반드시예수님을대적하게되어있습니다しかし心の堅くなな人はイエス様に立ち向かうようになっています예수님께서안식일날이회당에서손마른자를고쳐주셨죠예수様が안속日に手の苗た人を癒してあげます그런데사람들은안식일날병을고쳤다고예수님을고발하기위해서예수님을주목하고있었어요しかし人々は安息日に人を癒すかどうかそれを見るためにイエス様のことをずっと見張っていました그런예수님은그들의속마음을아시고그들에게이렇게질문했습니다彼らの心を見抜いたイエス様は彼らにこのようなことを聞きます안식일에선을행하는것그리고악을행하는것또생명을살리는것생명을죽이는것어떤것이옳겠느냐안속비니시때요이노와악을行うことなのかそれとも악을行うことなのか命を救うことなのかそれとも失うことなのかどうですかと聞きます이질문이그렇게어렵거나답이어려운질문은아닐것입니다これは答えづらい難しい質問ではありません그런데성경은그들은그질문을듣고잠잠하였다고말씀합니다しかし人々はイエス様からこう聞かれて黙っていたと書いてあります자신이잘못되는것을잘못했다는것을알고있지만그래도자신은악을그대로행하겠다라고말하고있는것이죠自分たちの思いが良くないと知っていながらもそれを推し進めるという心があったからなんです그리고결국그들의마음은더욱더악해져서이헤롯당과함께예수님을어떻게죽일까논의하였다고성경은말씀하십니다彼らは心を固くにしてヘロデ等と話し合ってイエス様をどのように殺すかということを話し合ったと書いてあります정말이들의이완악한마음은그어떤차돌보다도더단단했습니다彼らの心は本当に固くになって石よりも硬い心になっていました그리고예수님께서는이강팍한이완악한이들의마음을예수님께서도어찌하실수가없었습니다それより固くなる心は예수様さえも取り扱うことができませんでした이새로운약을개발하는데있어서가장어려운문제가하나있다고합니다新しい薬を開発するに難しいことが一つあるんだそうです그약이몸속에들어가서그아픈곳까지잘도달해서어떻게효과를발휘하느냐라는문제입니다その新しい薬が体内に入って痛むところにどのように行き着きその薬の効き目を表すことができるかということだそうです아무리이좋은약이있다할지라도그약을받아들일수있는그장치가우리몸에없다면그약은그냥배설물로배출되어버리고만다고해요이くら良い薬だとしてもそれが体内に入って体がそれを受け入れると体制になっていなければその薬はそのまま体の外に出されてしまうんです그러니까약도중요하지만그약을받아들일수있는그수용체도바로중요한것입니다이薬もいいですけどもそれを受け入れる側がその準備ができていなければ無駄になるという意味なんです그래야지만그약의효과를발휘할수있기때문이죠受け入れてこそその口の効き目があるからなんです이런점으로보았을때이완악한마음이라는것은아주치명적인것입니다こういう意味から人の固くなな心は命取りなんです왜냐하면하나님께대해서완악한마음을품고있는것은하나님께서그사람에게아무것도하실수없다는것을의미하기때문입니다要するに神様に対して固くなる心を持っていると神様はその人に対して何もしてあげることができないということを意味するからです그러므로
이완악한마음이야말로가장큰질병이것입니다ですからこの頑固な心が一番ひどい病気であります죄중에서도가장고질적인죄라고할수있는것입니다罪の中でも一番硬い性質の罪だと言えるんです그렇다면왜우리들은완악한마음을품게되는것일까요なぜ人は私たちは頑固な心を持つのでしょうか여러가지그이유가있겠지만그중에서도바로죄의유혹때문입니다이런이유가あるんですが聖書には罪に惑わされてしまっているからだと書いてあります히브리서3장13절은이렇게말씀하십니다헤브리트의手紙주히브리트의手紙3章です오직오늘이라도일컫는동안에매차서로간에죄를건면하라그래서죄의유혹으로부터내마음이강팍해지는것을막으라고말씀하십니다네교토이와れる이와れている間に日々互いに励まし合って誰も罪に惑わされて頑固なにならないようにしなさいと書いてあります죄의유혹은사람들의마음을속여서그마음을완악하게만듭니다皆さん罪は人を騙してしまって惑わして人の心を頑固なにするものなんです그래서더이상죄앞에죄를지어도아무런감각이없는강박한마음으로만들어버립니다それで罪を犯してもその罪の在籍に在籍を感じられなくなります그리고오히려시간이지나면지날수록자신의죄를합리화하고또그것을타당하다고주장합니다시간이닿으면닿을수록자신의죄를세토화시고리화시てしまいます그리고결국에는예수님을대적하는그자리에서게되는것입니다やがては예수様に立ち向かうところまで行ってしまうんですね사랑하는성도여러분아이스르미나사따뜻한햇볕이비추게되면얼음은녹아서물이되게됩니다皆さん暖かい日差しに照らされた氷は溶けて水になります그런데진흙은햇볕을받으면점점점굳어져나중에는돌처럼아주딱딱해집니다しかし粘土は日差しに照らされると硬くなって後には石のようになってしまいます햇볕은그저따뜻한햇볕을비춰준것밖에는없습니다태양과따뜻한햇볕을放っているだけなんですね그런데얼음과이진흙은전혀다른결과로반응하게되죠しかし氷と粘土は違う反応を示すわけです예수님의말씀앞에우리의마음이진흙같이굳어져서하나님의말씀에반응하지않는그런강팍한마음을갖고계신분은있지않으십니까神様の御言葉に私たちの心が粘土のみたいに固くなっている固くなな心になっている方はいらっしゃるでしょうか아니면예수님의말씀앞에물처럼녹아지는부드러운마음으로반응하십니까それとも神様の御言葉に水のように柔らかいにくれな心として反応するのでしょうか예수님께서이시간우리에게말씀하십니다예수様は今この時間私たちに語っておられます너희눈은봄으로너희귀는들음으로복이있도다あなたの目は見あなたの耳は聞いてるから幸いであると복된눈과복된귀는바로예수님의말씀앞에부드러운마음으로녹아지는마음인줄믿습니다幸いな耳と目というのは예수様の御言葉に水のように미끄러운柔らかい心で反応する心であることを信じましょう그리고그부드러운마음만이그천국을소유하게되는줄믿습니다미끄러운ような柔らかい心だけが태국을소유することができることを信じましょう그천국을소유한자의기쁨은예수님의말씀대로30배60배100배로풍성해짐이됨을믿으시길바랍니다このような天国を所有するものはイエス様がおっしゃったように30倍60倍100倍豊かな実を結ぶことができることを信じましょう무릇있는자는풍족하게되고없는자는그있는것마저빼앗기게되리라持っているものはさらに与えられて豊かになり持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです내안에있는그작은천국나의완악한마음때문에빼앗기지않게되기를예수님의이름으로축복합니다私内側にある小さな天国なんですけれども固くな心の上に奪われることが取り上げられることがないようにしましょう우리가두려워할것은이세상의악한세력이아닙니다私たちが恐るべきものはこの世の中にある悪しき力ではありません예수님의말씀에굳어져서
反応하지않는나의마음을가장두려워야될줄믿습니다이사는미고토바니한노시나이가타쿠나니나루소는곧고로오소레마시오마지막시대예수님이기뻐하시는복된눈과이복된귀를가지고살아가는저와여러분이되시기를예수님의이름으로축복합니다우아리노지다니예사만유로코바레르사이와이나메트미미에모스고또예사만의미나によって시켜그시마스이시간말씀을생각하며함께기도하겠습니다자미고토바오메가시시존이누리마시오성경에서말씀하시는복된눈과복된귀를하나님허락하여주시옵소서신슈대유사이와이나메또미미와타이테그다사하나님말씀앞에굳어져서반응하지않는굳은마음이되지않도록성령님도와주시옵소서카메사미고토바니가타쿠나는곳이나때한노시나이곳곳이나라나이오니미치비테그다사주님오시는그날까지내안에이천국을절대로빼앗기지않겠습니다시가고래를손이마대와타시우치가아니하는탱국보지다니돌이야게라는것도가나이오니시마스30배60배100배로천국의기쁨을더하여주시옵소서라고30배60배100배등극구에유럽구에마시되다사이또성령님도와주시옵소서라고세례삼아다스키되다사이또이시간간절히주님앞에기도하며나아가겠습니다세째는이럴때기마셔